いやーもうほんと最近勝てねえな、うん、何なんだろうな。わあちょっと待って、1100の人と当たんの勘弁してよ。何食らってんだよ。地上の前線は攻めのドライブラッシュ。頭上が輝き。連続技になった。KO まで十分射程圏内。あと一発コスクだけ。投げが決まった。危険な距離だが KO。 もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。オーバードライバーズ、チャンスになるか。激しいつばせり合い。プレイヤー1、ドライブゲージをうまく運用して足につなげたいけど、SNゲージつなげた。プレイヤー1投げる。さあここから再発祥で展開を作るか。マリアナを探す。この距離は危ない。めくりになる。プレイヤー1、このスーパーサポーか。ドライラッシュで勝負をかける。ここからの勝負。この一撃が勝敗を大きく左右するぞ。弾力が問われる状況。ラッシュするか。繋いできた。両者体勢を整える。しのいだ。危ねえ。めっちゃ集中したこれ。負けらんねえもんこれ。さすがに最高のリスク回ってすぎんの今。負けたらどんだけ変だろう。最高どんだけ変だろうな、はあ、やばすぎんだろう。最高でどんくらいなんだろうな。減るって11とかしか見たことないけど。この対決が実現してしまったか。いやこれも結構離れてるよ。これも結構負けたろう。こっちひどいよ。はい、さあこの時は空対空で落としている。さあドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。仕切り直す。プレイヤー2、さあ追い詰めた。ここは前投げ。壁の地獄は続く。ジャンプ攻撃への警戒は十分。プレイヤー2、ここでドライブゲージが突き抜けているが、手を出し合った両者、ここからの動く。全身を取ったコンボルート。さあダウンから、やっと反撃のチャンスが訪れる。ここから試合は終盤戦へ。緊張感がバーンとしている。インパクト好きだな。さあ
やっぱ離れてるともう何してくるかわかんねえんだよな。いやー、もちか。いやー何してんだ。好きだなそれ。いやもう勝ちたいすぎるわ。な本当にこういうやつ本当に。なんなのこいつやば。なるほどね。まあまあインパクト返そうな俺は悪いけど。まあああいうやつもいるからな普通に。いってみましょう。さあ開幕両者はどう動くか。ここはドライブリワーサルでしっかり跳ねたい。さあまずはドリルでの牽制。いやいやー天心効かね。削りか。おお削れた。いやーもう最悪。いやうわまたOK 何もしなくてよかった。
するか。いやー最悪。ドミノで対応を迫る。プレイヤーはドライブは厳しいぞ。さあ壁際の攻防が始まる。すかさず中足。よだれだれ。さあここから。チェック。逆から交差する。さあここはどうで前に出て。オーケー。よし。よいしょ。あれと同じぐらいの人やった方が楽しいわ。さあファーストラウンド注目していきましょう。おこっち負けんのかい。中がやってた。いやそこは我慢するよな。早く出なかった。危ねえ。じくりと立ち回る中でどこから仕掛けていくか。飛んでいく。いやー、もう対面出してよかった。オーケー。末切り転身でまた行くか。これやば最悪。大剣に反応したか。反応は良すぎるがゆえのあれだな。してくれよ。ジャンプの攻撃は許さない。長い技にジャンプが
してなかった昇竜。使わなきゃよかったか。オッケー、いいね、最後は。よし、この内容も良かったな。剣。いや、俺、時戸さんやっぱ剣に戻ってんだよな。俺、ゴーキーの時戸さん好きだから。やっぱ勝ちに、プロだから勝ちに徹さないといけないから。ここまで早く見切っちゃうとはな。まだ最悪。いや最悪、もう投げ込むからじゃなかったかな。今度は大丈夫です。よし。どうして開幕何もしてこないか揉めるはず。見えるな。いやー、カフェか。なんとか中央へ今と戦略。プレイヤー1 SA ゲージドライブラッシュから、おいしい。オーケー、ゲージなかったからバーンとしないように。
投げは警戒してて、どうする。さあなんか軌道へ押し返した。違う、もうこれいったろ。 OK、 いいリーサル判断、これはいい。読んでいる。よっしゃー、マリーザとこの牽制はいい感じだったな。はい、ということで、ではでは、と